眠りから覚め、カーテンを開くと、昨日までとはまるで違う景色が目の前に広がる。走馬灯のように、めくるめく移り変わるあなただけの地中海。朝はまばゆい日差しを浴びて、夜は夕日に染まる海を眺めて味わう食事。足の向くまま、気の向くままに散策をしたり、ショッピングを楽しんだり、飛行地での過ごし方もお望み次第。日が落ちてからは、夜ごと繰り広げられる豪華絢爛なショーに見とれるもよし、カジノで一勝負するもよし、洒落たバーでカクテルを傾けるもよし、今まであれほど窮屈だった旅の移動時間が、船の上では至福の時へと変わる。MSC クルーズ。そこには、あなたの期待や想像をはるかに超える極上の旅が待っています。では、早速、魅惑の地中海クルーズをご案内いたしましょう。私は MSC クルーズのキャプテンです。MSC とは、メディタレニアン・シッピング・カンパニーの頭文字で、世界第2位、地中海では最大規模を誇るイタリアのシッピンググループです。クルーズというと、料金が高い、旅行期間が長い、揺れる、言葉の壁がある、服装が面倒などのイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、MSC クルーズはそんな先入観を打ち破る、リーズナブルな価格で誰もが気軽に乗れる、イタリアンテイストあふれる、エレガントでカジュアルなサービスが特徴です。乗船手続きは飛行機のチェックインと似ています。港のスタッフにスーツケースを預けたら、カウンターで次の3つを提示してください。パスポート、クレジットカード、そしてクルーズチケットです。ここで1枚のカードが手渡されます。これはクルーズカードといって3つの役割があります。キャビンの鍵、船内会計専用のクレジットカード、パスポート代わりの身分証明カード。クルーズ中はこのカードを常に携行してください。乗船手続きを終えると、アテンダントがキャビンへとご案内いたします。クルーズ中はここがあなたの家となります。掃除やベッドメイクは担当のキャビンアテンダントが毎日行ってくれます。スーツケースの中身はすべてクローゼットに収め、熱いシャワーを浴びてくつろぎください。乗船後は日本人ホステスによる説明会が行われ、船内生活や寄港地での過ごし方について詳しいご説明をいたします。船内でわからないことなどございましたら、いつでも日本人ホステスの私どもにお尋ねください。私は MSC クルーズのホテルマネージャーです。早速私たちの地盤のキャビンをご案内しましょう。キャビンはバルコニー付き。海側キャビン、内側キャビンなど、いくつかのカテゴリーに分かれています。ベッドはツイン、ダブルのどちらにでも切り替わります。ファミリー用には2段ベッド付きのキャビンもあり、MSC クルーズではシーズンによって大人2人と同伴する18歳未満の子供は2人までが無料となっています。キャビンの設備は一流ホテルと何ら変わりなく、日本の電化製品も使用可能です。乗船すると避難訓練が行われます。楽しみながら参加してください。他の海域に比べ、地中海はとても穏やかで、巨大なホテルがそのまま移動しているかのように快適です。それでは船内の設備をご案内いたしましょう。航海中はプールサイドでのんびり読書にふけったり、スポーツジムなどの運動施設で汗を流したり、退屈している暇などありません。
美容院やエステも充実していて、女性には特に喜ばれています。旅の疲れはジャグジーやサウナですっきり流しましょう。インターネットも完備しています。お子様連れのお客様には専任スタッフのいるキッズルームをご利用いただけます。 MSC クルーズには医務室も完備しています。信頼できるドクターが常に待機しているので、万一体調を崩しても安心して旅が続けられます。車椅子の対応も万全ですから、海外旅行を諦めていた方にもご参加いただけます。ギフトショップや免税店も充実しています。支払いはすべてクルーズカード1枚で OK です。イタリアらしい高級感があふれる MSC クルーズは、世界各国からのハネムーナーにも大人気です。船長をはじめとするオフィサー立ち会いのもと、地中海を背景に船上ウェディングはいかがでしょう。